美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけと、あなたは教えてくれる。どうも、サンオイルです。美しい人生よ。ディスワタリー初登場の松崎しげるさんと15-0からのハンデで6先ノーアド勝負です。調子に乗ってハンデを上げたハゲに勝ち目はあるのでしょうか。愛のメモリーは良い曲ですよね。沢博さんに頼んで歌ってもらいました。松崎さんとシングルスは個人的に久々です。同じスクールのテニス仲間です。かなりの強敵なので正直ハンデはしんどいかも。ハゲのサーブで試合開始です。松崎さん、良いストロークです。ハゲが散々走らされてましたね。良い気味です。これもナイスコース。前の詰め方もうまいです。これはやばい。ラッキーですが左右に打ち分けしてきます。こちらもラッキー。前に行きます。プレッシャーかけないとですが、パッシングもうまそう。一本です。ハゲのクソミス、いや本当左右に振ってきます。しげるさんサーブ、いや良いサーブでした。ロブ合戦。打ってきた。丁寧に行きたいハゲ。追いつきました。逃げましたね。ブレイクできました。ハゲのサーブです。素晴らしい展開でした。追いつきたいハゲ。やばい、本当良いコースでした。なんということでしょう。松重サーブ、天丼。良いバックです。松崎さんはボレーもうまいな。ブレイク合戦ですね。ハゲのサーブ、
アウトです。松崎さんガードが硬い。良いリアクションだな。ハゲがキープしました。愛のメモリーサーブ。美しい人生よでした。すごいスライス。やりすぎました。このスライスをされる。美しい人生よ、限りない喜びよ。ブレイクチャンスです。深かった。ナイスボールです。お互いに引き離せません。前後振ります。左右。よし、良いスタートです。狙いすぎましたね。ラッキーですね。それはナイスショット。入ってる。ジャストでした。一本です。スライスきた。攻められるハゲ。追いつきたい。松崎さんサーブ。ナイスサーブです。持ち上げられないハゲ。ここに来てナイスサーブ連続でした。ハゲのサーブ。なんと美しいパッシングでしょう。狙ってきました。振り切ったスライスが怖い。スライスでコースつくのがうまい。
一本です。ここが正念場。深い、ナイスショットでした。ナイスボレーです。攻め立てられました。ナイスサーブです。このスライス嫌いです。いよいよラストゲームです。ラッキーですね。前誘ってロブがなんとか決まりました。良いバックハンドです。いや、入ってたらやばかった。マッチポイント。ハゲが接戦を制しました。いや、本当強かった。特にしげるさん、スライスの振り切りがやばい。前の使い方やストロークの左右振り分け、オールラウンダーで武器もあるのがやばいです。ちなみにこの後タイブレークで普通に負けました。もうハンデはあげない。ご視聴ありがとうございました。